はい。皆さん、こちらはネット物販講師の黒沢です。三宝吉の堅実な地に足をつけたネット物販、ネットビジネスの情報発信をすべく、こちらのチャンネル運営しております。今回は、弊社代行会社の写真撮影について、特に生徒さんへ向けてのお知らせとなります。弊社では今まで中国で買い付けた商材を、プロの写真撮影会社に送って、生物撮影と呼ばれる商材の撮影っていうのを行っていたんですが、そのサービスっていうのを やめてしまいました。様々な理由があるんですが、まず代行会社のコスト的にですね、間に立って仲介をしていると、正直なところ割に合わないっていうところがあります。あと、今まで依頼していた写真撮影会社、実は弊社代行会社の倉庫兼事務所の向かいにある会社だったので、アクセスが本当ドア開けたらすぐ目の前にあるところで非常に便利ではあったんですが、撮影指示書に書いてある撮影のやり方 と違うような撮影を行ったり注文をしてから実際にデータが仕上がって納品されるまでに結構時間が経ってしまったりあとなかなか弊社の取締役とやり取りしていても返信が遅かったりっていうちょっと首を傾ける部分もあったのでそういったことも含めてですね弊社を通じて行うことっていうのはやめることにしたんですがじゃあその代わりにどうやって写真撮影生物撮影を行うかっていうと日本に一 1>, 1ロット別送するっていうやり方を行うことにしました。今回はそのやり方を簡単に説明させていただきます。基本的には日本に送るって言ってもどこにどう送るのかっていうのが気になるとは思うんですが、まず商材を買い付ける際に1ロット余分に撮影分の商材を買い付けます。この後が二手に分かれるんですが、一つ目の方法とすれば、弊社の知り合いの写真撮影会社に直接中国から商材を買い付けます をを送ってて別途そのの写真撮撮影影会社の申し込みフォームに記載して撮影を行うっていういやり方もう一つは、とりあえずご自宅に郵送して、手元で商材の現物をチェックした後で、ご自身で撮影会社に郵送していただくっていうやり方。どちらにしろ撮影した後は、ご自宅、ご自身のお手元に商材は送り返してもらいますので、その後その商品はサンプルとして取っておいてもいいし、 メルカリで単発で転売してもいいとは思うんです。不要品として。とにかくこの2つのやり方があります。基本的にはうちの代行会社から直接撮影会社に送るっていうやり方を行った方が手っ取り早いですし、コストも浮くので、そのやり方っていうのをおすすめしています。で、その際の手順なんですが、まず代行会社には私からそのスタジオ撮影会社の住所を伝えておきますので、そこに郵送してもらう。 そして、郵送してもらっている間に、スタジオが設けている専用のお申し込みフォームで、私の生徒です、黒沢の生徒ですって名前を出していただいて、お申し込みをしていただく。そして、細かいやりとりに関しては、代表の方のチャットワークの ID をお伝えしますので、あとは直接やりとりしていただくっていう流れになります。事前に撮影をお願いしたいっていう場合は、生徒さん私の方に言ってください。なぜならば、私の生徒さんであれば10% と引きでやっていただけるっていうことになっていますのでまず私の方からこれこれこういう生徒さんが近いうちにお願いするっていうことを伝えてその後ウェブ上の申し込みフォーム並びにチャットワークで連絡をしていくという段取りになりますそして気になる写真撮影の料金についてなんですが様々な価格帯当然ながら用意されています一番ハイクオリティなプラン細かい修正だとかご要望にこと細かくお答えしながら何度も撮り直しを場合によっ では行うっていうプランに関しては1枚2000円で私がそのスタジオに自分の商材の撮影を頼むときは基本的にはこの1枚2000円のプランを使っていますただし別にそれを使わなきゃいけないっていうわけではないのでご予算だとかご自身がどういうことを要望したいのかだとかそういったことを伝えていただいてチャットワークでご相談いただいた上で料金っていうのを決めていただければなと思いますで最後に一つちょっと名指ししてしまっても 申し訳ないんですが、物販業界だとバーチャルインという北海道の撮影会社がかなり有名です。なんか商品の撮影をするんだったらバーチャルインで、みたいなのが通説として物販業界だとまかり通っていますし、それは間違っていないと思うんですが、最近少なくとも自分の生徒さんを通して入ってくるバーチャルインさんの評判があんまり良くない面がある。もちろん素晴らしい 大きな会社だとは思うんですがそしてあくまでも私の生徒さんを通して入ってくる情報なのでそれはあくまで一例だと思うんですが例えば撮影を行った時にものすごく納期まで時間がかかってしまったり撮影料金の計算が間違っているっていう例がそれぞれ12件ずつ自分の周りではありましたよって過去の動画だとバーチャルインさんがおすすめですっていう話をしていたんですがそして現在 でもバーチャルインさんがダメな会社っていうつもりは1ミクロンもありませんが私の生徒さんに関しては私が直接存じ上げていて先日も1時間ぐらいズームで打ち合わせをしたを撮影会社にお願いすることをお勧めしております最後までご静聴くださりありがとうございます